グラム陰性の緑脳菌グラム陰性菌とは、グラム染色において、クリスタルバイオレットによる染色が脱色される、細菌の総称。グラム陽性菌では、クリスタルバイオレットは脱色されない。グラム染色試験では対比染色として、通常はサフラニンが、クリスタルバイオレットの後に加えられ、すべてのグラム陰性菌は赤あるいは桃色に染色される。 グラム染色法でのグラム陽性菌との差は、ペプチドグリ乾燥が薄く、クリスタルバイオレットが脱色されやすいことによる。大半は外膜を持つ、DD 細菌である。かつて、グラム陰性の細菌には、グラキリクテスというラテン語の分類名が与えられ、モンソ相等として扱われた。命名は、グラム陰性菌の薄い細胞壁にちなんでおり、ラテン語のグラキリスとクティスの合成語であった。 グラム陰性細菌の細胞壁の構造典型的なグラム陰性菌の特徴は下記の通りである。細胞質性の膜薄いペプチドグリカン層・ペプチドグリカン層の外側の外膜はリポタトールにより覆われている特定の分子のための微細胞のように働くポリンが外膜に存在するペプチドグリカン層と2番目の細胞膜の間に ペリプラスム領域と呼ばれる領域が存在する。エッソーはペプチドグリカンよりも、むしろ外膜に直接接触している弁毛を持つ。最近では弁毛には2つではなく4つの補助のリングが存在する。太古酸酸及びリポ太古酸は存在しない。リポタンパク質は多糖類の基部に接触する多くの種で化法を形成しない例外として、古細菌の存在がある。古細菌も、 細菌と同様に、グラム染色が行われ、多くは陰性である。しかし細胞壁の構造は大きく異なっており、そもそも外膜やペプチドグリ乾燥自体が欠如している。その他、膜や弁毛の構造も異なる。プロテオバクテリアは、グラム陰性菌の主要なグループであり、大腸菌、サルモネラ、腸内細菌科、シュードモナス、モラクセラ、ヘリコバクター、ステノトルフォモナ、 ブデロビブリオ、サクサン菌レジオネラ、そしてウールベなどのアルファ、プロテオバクテリアが含まれる。他の代表的なグラム陰性菌のグループとして、シアノバクテリア、スピロヘータ、緑色用細菌、バクテロイデスが含まれる。グラム陰性菌は、細菌の系統の大部分を占める。代表的なグラム陽性菌である、フィルミクテスモンと、放線菌モン、一部の種が、 グラム陽性に染まる、クロロフレクサスモンとデーノコックステルムスモンを除けば、ほとんどすべての細菌が、グラム陰性に染まると言っても、過言ではない。ただし、ドメイン細菌の中で、フィルミクテスモンと、放線菌モンは2番目と3番目に、大きなもんなので、記載種数はやや、グラム陽性菌の方が多い。医学関係のグラム陰性の球菌は、性感染症、髄膜炎、 呼吸器症状を引き起こす3種が含まれる。医学関係のグラム陰性の肝菌は多数存在する。主に呼吸器系の障害を引き起こす肝菌として、インフルエンザ菌、肺炎肝菌、レジオネラニューモフィラ、緑膿菌などがあり、泌尿器系に障害を引き起こす肝菌として、大腸菌、ミラビリス変形菌、エンテロバクタクロアーカ、セラチア菌などがあり、 消化器系に障害を引き起こすヘリコバクターピロリ、ゲルトネルキン、チフスキンなどがある。グーラム陰性菌は病院の集中治療室において菌血症を引き起こし、二次的に髄膜炎や人工呼吸器が関与した肺炎を引き起こすアシニータバクターバウマニーと関連がある。グーラム陰性菌の病原性には細胞壁のある種の成分が関与している。 グラム陰性菌の膜の概要は、脂質部位が内毒素として機能する複雑な、リポタ糖類により構成されている。循環系に内毒素が侵入した場合、発熱、呼吸束白、低血圧を引き起こす。エンドトキシンショックを引き起こすと死亡することがある。人では、エルピーズは、サイトカイン酸性、免疫系の活性化による、先天性免疫反応を引き起こす。炎症は、 サイトカイン酸性による通常の反応であり、宿主にとって害となりうる。グラム陰性菌の特徴の一つである外膜は、細胞壁の内膜に作用する抗生物質、色素、潜在から細菌を保護している。このため、グラム陰性菌は、リゾチームやペニシリンに対する抵抗性を有する。一方、エドタを伴うリゾチーム、抗生物質のアンピシリンなどは、 病原性を持つグラム陰性菌の外膜に対抗するために発展した。クロラムフェニコール、ストレプトマイシン、ナリジクス酸も有効である。ありがとうございます。